北緯36度33分32.5秒、統計138度11分51.9秒、北緯36.559028度統計138.197750度、36.559028138.197750、昭山記念館は、長野県長野市松代町にある、佐久間昭山の遺品、発明品等を収蔵する、博物館。 昭山が日本初の電信実験を行ったことから、松城通信資料館は併設している。松城藩主の思想家、佐久間昭山没100年目にあたる1964年、地元有志により、昭山先生100年祭放散会が設立され、翌年に同会により開かれたのが、この記念館である。1967年に長野市に譲渡され、市営施設となっている。 昭山の名は昭山と読まれるのが一般的だが、地元においては増山と呼び鳴らされている。この二通りの読み方のどちらが正しいかについては論争があるところだが、記念館の名前については地元で親しまれてきた増山を採用している。記念館では、昭山の愛用品や書のほか、学問を極める中で様々な実験。 発明を行った昭山による発明品も展示されている。また、1849年に昭山がこの地で日本初の電信実験を行ったことや小松健次郎や日畑セッコラ日本の通信、郵便事業の発展に貢献した人物を松城町から排出していることから通信、郵便関連の資料も取り扱っている。